本当サラッとしてくれるんですね。でもシワっぽくならないっていうところで買ってしまいました。はい、年を重ねる美顔は武器となるメイクアップロデューサーの翔子です。皆さんこんにちは。はい、皆さんどんどんね、暑い日が続いてきますよね。でどんどんもう梅雨明けて、まあ梅雨が短くなってきてるんですけども、もう毎年毎年猛暑って言われながら猛暑が更新してません？もう砂漠かっていうぐらい、もうどんどんね、日本の夏はジメジメして猛暑で、もう寝にくいしベタベタするし、でなおかつ更年期になってくると顔ほてるしっていうことで、クールダウンするための冷やし美容をね、皆さんに今日はご紹介していきたいなと思っております。はい、私も本当になんかベタベタしたりとかするのすごく嫌じゃないですか。なのでちょっとずつ冷やしね美容っていうのを取り入れてるんですけども、今回いろいろ使ってみていいなと思ったものを紹介していきますね。では早速行ってみよう。まずね、早速やはり帰ってきた時にさっぱりしたいじゃない。でさらっとさせてすっきりしたいっていうことで、ジメジメしてるとどうしても気持ちもジメジメしてしまうので、お風呂で洗い流してしまおうということで、お風呂場で使ってるアイテムから今日はご紹介していきます。で私はね、朝をしっかり半身浴してっていう朝風呂大好き派で、夜はシャワーっていう感じなんですけども、で一番ね最近この気に入ってるのはクナイプバスソルトシリーズ。毎年毎年ね、この時期になってくるとスースーしたのがね出てくるんですが、ミント系、ミントばかりこちらの方がスーパーミント、ラベンダーミント、ライブミントっていうことで、クナイプのねバスソルトは天然のねお塩で、すごく体は温まるんだけど清涼感がねあるタイプっていうことで、ちょっとだけねこういうねポイント的なセリフがねまたすごい染みてこれを見ながらいつもお風呂使ってます。ちょっとだけ一休みとか、のんびり行こうよとか、夏を独り占めみたいな形で、私はねこの中ではフレッシュでほろ苦いライムミントの香りすごい好きでした。こっちはもう結構スーパーミントなので結構スーってしましたけどね。天然のお塩と植物オイルが入って、でお肌もつべつべになるのでおすすめです。はい、去年もね使って愛用していたんですけど、冬場ねちょっとスースーするから使わないんですが、もうこれからの時期は、はい、こちらのヘンプリーヘアのマイルドスクラブシャンプーということで、これねスクラブ入りのシャンプー剤なんですよ。うちのねマネージャーのね小島ちゃんがねすっごい好きで、これね結構去年リピートしてめちゃくちゃ買っているんですが、もう香りがねものすごいいい香りするんですよ。でこのブツブツ感が最初洗った時なんかガシガシってするんだけど、どんどんこう揉みほぐしていってマッサージしながら洗っていくと、洗い流すとね結構髪の毛がサラサラになるし、マッサージしながら洗えるっていうことで、でこのね粒がまたねいいんですよね。これ私は本当にジメジメしている時にスカッと、なんだろう、ストレス解消になるシャンプー剤です。トリートメントみたいでしょ。一回使ったらやみつきうちの旦那さんとかもね、なんかスースーして気持ちいいっていう言ってくれる、猛暑になってくると必ず私使うシャンプー剤の一つになっております。で頭皮っていうことで、結構汗かいた時、まあ、外出してる時にこの髪の毛ちょっと頭臭いなとかジメジメして汗かいてなんかこう不快みたいな時あるじゃないですか。これがすごいの。今回セルボーグのフリージングヘッドショットっていう、ね、名前なんですけど、スカルプローション、これがまたね気持ちいいんですよ。ちっちゃいからカバンの中に入れてもそんな邪魔にならないサイズで、香りがすごいね、このいろんなね香りに入ってて、こう香水みたいに少しずつ変わってきます。でこうやってね、でもうキュッて出るんだけど、そこをねこうちょっとなじませていくんですよね。ちょっと後ろとかなんかこうジメってしてるとこに、でそうするとあもうすでにスーってスーってね、すっごい一瞬で気分爽快みたいな。はい、こちらのねセルフォーグのフリージングヘッドショットってもう本当にね瞬間ですごい冷たいね使用感でね、メントールをベースにしてあるんですよ。でユニセックスでね作ってあるので、旦那さんとね一緒に使ってもいいかなと思うんですが、夜明けの森の香りっていうことで、
ちょっとウッディーなね香りになっております。この絶妙な香りが大人のね頭皮をとてもいい香りに変えてくれるアイテムですごく気に入っております。天然素材でほとんど作っているのですごく安心でしょ。なのでこれねつけてると結構褒められたり、やっぱ汗の匂いってすごい気になるじゃないですか。で特に頭皮の匂いって、私身長が低いのでみんなのね鼻先とかにこう身長が来ちゃうからめちゃくちゃ気になるんですね。なのでこれが今回あってよかった。でお顔を洗うっていうところで今度ね顔に引き続きいきたいんですけども、今回初めてねこちらの方を使ったんだけど、ネクタービュアジェリーウォッシュっていうことで、ね、このミント洗顔、肌のベタつきとかテカリとかね肌の悩みをスカッと爽快に洗い流してくれるっていうところがね本当ねそのまんま嬉しい感じでした。ペパーミント4万枚の葉からコップ1杯しか抽出されない貴重なエッセンスオイルが入ってるそうなんですよ。贅沢に配合されてるそうで、なので驚きのね清涼感っていうことで、でこれ本当に使うと肌のねトーンアップしてくれるし、キメがむちゃくちゃねしっとりと仕上がってくるので、結構やっぱりねスッとしたものって乾燥するかなと思うじゃないですか。そうじゃなくてこれはねしっとりちゃんとするのに爽快感だけが残るっていうことで、私たちの年代にもおすすめ、絶対使い切るぐらい気に入ってます。で私これで今朝洗顔、夜ねなるべく冷房をねつけないで寝たいなと今思って頑張ってるので、やっぱりじわじわね汗かいてちょっと朝ベタベタなんですよ。なのでちょっとこうね洗ってすっきりした感じで今リフレッシュするのにすごく気に入って使ってるウォッシュになります。次にね、はい、こちらのその場しのぎ面白くないですか。これねボディ用の修練化粧水になります。で結構ね私たちも事務所とかにね来た時にみんな歩いてくると汗めっちゃかきまくってたりする時あるじゃないですか。これをねもうシュッと首の後ろにシュッて、ね、シュッてやった時に、はい、手でちょっとキュッて押さえるとめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。サラサラするし首とかもあっという間にクールダウンっていう時に使ってます。でこれはねネーミングが気になって、うちのね旦那さんが「これ面白いのがあるよ」って一緒にね買いに行ったんですけど、なんかねこう鼻が抜けるような感じの香りになっております。なんかね葉っぱとレモンが混じったようなね感じに感じない。これね発酵蜂蜜、ロイヤルゼリーとかホップエキスとか入ってるそうです。なんか食べると体に良さそうな内容成分が入ってるね。でこれがボディで、次にこのセルボーグね、同じ時にこれ見つけた時にね買ったんですけども、セルボーグのシャーベットスキンパウダーっていうことでアイシーブルーフェイスパウダーなんですが、これもすごいねブルー系の、分かりますか、アイシーブルーっていうのでブルー系のねパウダーになるんだけど、すごいやっぱセルボーグさんはねすっごい香りが複雑で大人の香りですっごい好き、いい匂いでね、これがブルー系じゃないですか。でこれをねつけとくとあっという間にサラッとしてくれるんですよ。色は少しアイシーブルーということで透明感を出す感じなので、一回なじませてあげて、もうねこのサッと、わかります？テカリが収まるんだけど、なんかね潤いは残るんですよ。やっぱ大人のね肌をよく考えてくれて作ってくれてるなと思うんですけど、本当に少量でサラッと、ほんとサラッとしてくれるんですね。でもシワっぽくならないっていうところで買ってしまいました。買う気がなかったんだけど買ってしまった商品になります。なのでちょっと夏のお直しの時にね使っていこうかなと思います。で最後に面白いなと思ったのがこちらです。ウォンジョンヨさんがジェラートスキンパックっていうのを出してきて、で部分用のシートマスク、これ4枚入り、ね、4袋入りなんですけども、冷凍庫に入れて固めてからシャーベット状になって3分から5分置いておくっていうね感じになります。はい、こちらは凍らしたウォンジョンヨのジェラートスキンパックです。4枚入りっていうことで、少しカチカチの時じゃなくてちょっとねこう動かして、はい、少しだけ、めっちゃ冷たいんですけど
ちょっとジェラート的にしていただいたら使うそうです。よいしょ。もうね、めっちゃ冷たい。こんな感じ。もうね、冷たくてしょうがない感じなんですけど、これがね、4枚入ってるっていうことで、少しね、溶かさないとあれ、あ、いけるね。で、これをメイクがね、取った状態でこう貼り付けておくと。今日今ちょっとついてるんですけど、めっちゃ冷たい。ちょっとこっちに入っとこうかな。ひんやりですね、ひんやりめちゃくちゃ冷たい。なので汗が止まらないとか、朝一の時にもう汗が止まらないとか、毛穴が開いてっていう方はすごいいいかもしれない。あ、でもね、最初にバッとつけた時めっちゃ冷たってなるけど、馴染むとスースーするいい感じです。ちょうどね、期間限定で出たばっかりなので、気になる方は使いやすいね、あのスクエアの状態なので。で、こうジェルだからね、伸ばしてもすごく気持ちいい。気持ちいいめっちゃ気持ちいい。あ、なんかいいもう言っちゃった。はい、気持ちいいパックになっております。はい、いかがでしたでしょうか。こうやってね、もうどんどん猛暑になって、もうね、気がめいるっていう時は冷やしコスメで気分もすっきり、自分の肌もキュッて引き締めて使ってみるのはいいかなと思いました。私も毎日使うっていうんじゃなくて、本当にね、ベタベタしてるなとか、もう暑い時ってやる気なくなっちゃうじゃない。なのでちょっとやる気出したい時とかはシャキーンみたいな、いい匂いさせるみたいなっていう感じでテンションを高めながら日々戦っておりますはい、なので皆さん、猛暑でやられそうになったり、ジメジメでやられそうになった時にはぜひ参考にしてみてください。で、皆さんね、また私はこういうね、冷やしコスメ使ってますとか、私はこういう風に冷えたものでシャキーンとなるコスメとか、いろいろありましたら、また皆さんもご紹介していただけると嬉しいです。コメント欄待っております。一緒に綺麗になっていきましょうね。ではまた次の動画でお待ちしてます。